こんにちは、背番号20番片岡壮です。背番号4番の伊勢渡です。9月23日 FC 琉球戦では人権啓発デーを開催します。それに伴い今回は特別に人権イメージキャラクターの人権守るくんとあゆみちゃんにも来ていただきました。こんにちは。漫画家柳瀬隆さんのデザインだけあって可愛いですね。可愛いです。さて、今年度における人権啓発活動デーのテーマは気持ちバリアフリーでいこうです。一人一人と接するとき、気持ちに壁を築かずフラットな気持ちで向き合うことができればもっと素敵な関係がたくさん生まれてくるはずだと僕は思います。今回は気持ちのバリアフリーとはというテーマのもと、気持ちバリアフリーで向かい合える瞬間について選手にヒアリングをしていきたいと思います。皆さんも選手の意見をきっかけにぜひ自分に置き換え、思いやりとは何かを考えてみてください。ちなみに片岡選手の考える素敵な関係が生まれる瞬間とは何ですか？スポーツを通して一緒にプレーする瞬間はフラットな気持ちで人と向き合うことができていると思います。伊勢選手の気持ちのバリアフリーとは何かも聞きたいです。サッカー教室で障害をお持ちの方と交流しているとき、サッカーという共通の基盤を通して交流を深めることができた瞬間ですかね。なるほど。他の選手の考える気持ちのバリアフリーについても聞いてみましょう。生駒選手が考える気持ちのバリアフリーとは何ですか？はい、何かお困りですか？お手伝いすることはありますか？など多様な人々に合わせてコミュニケーションを取ることです。鈴木選手が考える気持ちのバリアフリーとは何ですか？気持ちのバリアフリー、そうですね、奈良クラブは選手とサポーター、クラブのスタッフが一体となって一つの目標に向かって進んでるんで、そこの人間関係というところでは気持ちのバリアをかなり取り除けて、みんなで切磋琢磨して頑張っていけてるのではないかと思います。そういうことがなんかそういうことが気持ちのバリアフリーなのではないかなと僕は思ってますけどね。小松です。皆さんも自分から率先して思いやりを持った行動をし、バリアを取り除くためにできることを行動に移してください。また9月23日のホームゲームではロートフィールド奈良にて人権啓発デーを開催します。皆様のご来場をぜひお待ちしております。気持ちバリアフリーでいこう。気持ちに壁を築かずフラットな気持ちで向き合おう。